いつもご視聴ありがとうございます。こんにちは、ジュンキャンプです。キャンプブログ、ジュンキャンプブログを運営しています。4月の発売延期から約半年、2024年スノーピーク新製品として注目を浴びていたセパレート IGT がついに発売となりました。今回は僕が購入したセパレート IGT を中心に、現在アウトドアテーブルを検討されている方や、これからセパレート IGT の購入を考えている方に向けて、セパレート IGT について詳しく解説します。それでは最後までご視聴よろしくお願いします。今回新発売したセパレート IGT は3種類、新たに2ユニットが加わり、全部で3種類から選ぶことになります。そしてそれぞれのユニットに対応したケースが3種類、また今回は長手側のレールを単品で購入することが可能となります。続いて僕が購入したのはこちら、セパレート IGT 3ユニットとそのケース、さらに4ユニットのレールを購入しました。こちらがセパレート IGT 3ユニット。 IGT テーブル同様、足は付属しないのでご注意ください。続いてケースのセット内容はこちら、最後はセパレート IGT レール4ユニット。それでは早速開封していきます。取扱説明書と本体が入っています。続いて3ユニットの専用ケース、最後が4ユニットのレール単体です。こちらが今回購入した一式となります。3ユニットをベースに4ユニットに変更できるようにしました。ケースがまだなのと、2ユニットのレールも現在検討中です。従来の IGT フレームと比較していきます。上が3ユニットの IGT フレーム、接方斎限定です。下がセパレート IGT 3ユニット。大きな違いはこの分解できる仕組みです。このネジ部分が特徴となっていて、ネジを緩めて手前に引くとスッと取り外せます。ネジは本体と一体になっているためなくす心配がありません。取り付けも簡単で、カチャッと入れたら仮止めされるので、あとはネジを回してがっちり固定するだけです。裏から見たらこのようになります。これで一旦仮止めされる仕組みはよくできています。取り付けてる時に外れるストレスがないからです。短手側はこのような違いがあり、長手側はレール部分が少し軽量化されています。現在の IGT フレームは3と4ユニットしか販売していないので、3ユニットと4ユニットを比較してみるとこうです。金額アップは仕方がありませんが、重さが軽くなっています。今までの IGT テーブルのメリットはこちら、1フラットバーナーがインストールできる、2選べるユニット、3高さを変えることができる、4圧倒的な拡張性。既存の IGT テーブルについての動画は過去に公開しています。そのうちの一つは10万再生を超えていますので、気になった方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。セパレート IGT はこれらの要素をそのままにさらに進化、
今回のセパレート IGT フレームは分解できるので、とにかくコンパクト、そして軽い。今までの IGT フレームだとこの形状のためとにかくかさばりました。1枚ならまだしも、これが2枚3枚となってくると、さらに車載を圧迫しめちゃくちゃ重くなります。そのデメリットは解消されたので、今まで車載の関係で諦めていた4ユニットも選択肢の一つとして選べるようになりました。比べてみたら一目瞭然。これはかなり車載が楽になります。今まで不可能だったユニットの変更が可能となります。3ユニットを購入して別売りの4ユニットのレールを買えば、3ユニットが4ユニットに変更するという選択肢がセパレート IGT では可能となります。さらに今まで限定品でしかなかった2ユニットも登場。今後買おうと思っています。当然フレームの組み立て取り外しの作業が発生するため、今までの IGT に比べて面倒ではあります。僕は IGT の足を4本取り付けるのも面倒と感じるので、さらに4箇所フレームを固定する作業が今後どう感じるか、これはコンパクトになるため仕方がありません。スノーピークから発売している TTA テーブルトップアーキテクトが取り付け不可です。裏の形状がこのように段になり、肉薄に作られているので取り付けれなくはないのですが、メーカー推奨はしていませんので、あくまで自己責任で。マルチファンクションテーブルなどに取り付けましょう。 TTA についてはすでに動画を公開しています。概要欄のリンクから確認してみてください。それではいつもの自分のスタイルでできるか試してみます。足の取り付けは今まで通り、この塗装とシルバーの組み合わせがとてもいいです。今回のデザインはとても気に入りました。ここからは各ユニットを入れてみます。フラットバーナーやグリルバーナーなど問題なくインストールできます。白マニさんのピーカーズトレートの相性も抜群。セパレート IGT は黒いアイテムとの相性がいいですね。さらに横の穴から連結テーブルを取り付けることも可能なので、従来通りテーブルがこのように拡張されます。またこちらのレールジョイントをレールに取り付けることにより、テーブルを横ではなく縦にも取り付けることが可能となります。先ほどの両サイドの穴には専用アイテムも多数あるので、お好みにカスタマイズできます。スノーピーク IGT 専用アイテムについてはこちらの動画で紹介しています。概要欄にリンクを貼っておきますので参考にしてみてください。それでは3ユニットから4ユニットに変更してみます。これはやっていて気づいたのですが、一旦全部分解しないといけないので、後からユニットの変更はあまりおすすめできません。このネジの仕組みはとてもいいです。慣れてくれば見ないでも取り付けできそうです。
これで4ユニットの完成。最後はこちら収納ケースです。長手レール2本はこちらに収納。短手レール2本はこちらに収納。あとはこのようにくるくるっと巻いてテープを留めたら完了。特にストレスなくしまいますね。いかがでしたか？今回は新発売のスノーピークセパレート IGT、 その中で僕が購入したものを中心とした解説動画でした。個人的にはセパレート IGT は買いだと思います。今回ご紹介したアイテムは概要欄にリンクを貼ってあります。皆様のキャンプ道具選びの参考になれば幸いです。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ブログもやってます。ぜひ見に来てください。最後までご視聴ありがとうございました。